古屋じゃないね、あの島福、あの小山福。あせやで、日本で700円。もういいもよ。見て。じゃあ前。うん、マグロいいよ。横やもんな。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃいよ。すみません、これ連れて。タジッチ広場駐車場、ここは無料で止められました。9時から6時まで行います。蒸し焼きガキ食べ放題。食べ放題以外にも平日限定セット、今日は土日なんでやってないんですけど、平日限定セット1500円で牡蠣1キロとホタテ3キロ。はい、到着しました。今は9時ぐらい。田尻、日曜朝一、残念ながら雨ですけど、ちょっとだけ散策してみたいと思います。行ってみましょう。安倍川餅おはぎだよね。タイの子ってあれやん、あのタイの子っていうのを食べてみたいの、美味しいらしい。本マグロ旅とも通るかも。マグロいいよ。どうしようか、入れるな。横やもんな。トラフグは22,000。2万円。この白子ちゃん。白子。白子見て。はい、いらっしゃい。はい、から2種類1500円。1000円。2皿1500円。そう、2皿。それでもここからこの刺身屋のアジからエビまで。これで500円。アサリもサザエも何でも。はい、でもあれでも刺身用らしいよ。で、この辺は？700円。はい、足赤いでしょ。これが足赤いです。ギナ足赤。大阪さんの。そうそうそう、隣の岡田で取れたやつ。ここは田尻で、その隣が岡田。岡田。うん。岡田浦。これはカワハギってやつですか。これ車いす。結構奥まであんねんね。もっと狭いかなとか。トラフグ。こっちはおらんね。もずくがいの、もくずって、もくずがいの。あ、これお作り用やった。これ名古屋風。これは何ガッツではない。ちゃうね。買ってあげる。あ、あとでね、一周見て。ガッツエビ、こんなに塩で焼いたら美味しいですね。でも私持ってるけど、こんなあげる。1500円。これもこれ1枚これ、これいろんなところに書いてあるけどさ、ここの地のものって分かりやすいけど、あれも大阪産だよ。カニもされてるやつや。石膏ガニ。あれ。あたりガニ。みんな心が入れました。見て。炭火焼きしたやつだ。どこだ。あったか。いいよ。ぜひ食べてください。肝、肝。おお。見てるか。だけどこれ3やこれが牡蠣小屋。1番バーベキューセルフ時間90分。すごいこんな感じです。今日はこれ満席で食べれないんですけど、ここでこれも買っていけんじゃない。ここは和牛マンで、すがき、牡蠣唐揚げあるわ。あれが全部入れながら、3月までやる予定なんですけども、平日2日で満席のことが多くて、へ
平日も満席なんですよ。めっちゃ可愛い。可愛い。男の子、男の子、二人とも女の子、ピンクやから。はい、お母さんと女の子ね。はい。お顔可愛いし。何歳ぐらいですか。この子で11歳です。11歳。後ろの子で？お母さん。お母さんで。めっちゃ可愛い。ねえ、じゃあね、ありがとう。向こう側が市場やったんですけど、お手洗いを越えて、お手洗い越えて、この向こう側が牡蠣小屋なんですけど、あれ、平日も土日ももうほぼ予約でいっぱいいっぱいらしくて、すごい人気なんですね、やっぱ牡蠣小屋っていうの。デラックス海鮮セットが2000円。あ、海鮮丼、にぎわい丼2200円。わ、海まで見えてきたやん、ここ。ようやく海の近くっていう感じ。匂いはね、海の匂いずっとしてたんですけど、なかなか海に近くにあるなっていうのは実感できなかったですけど、関空だって、こっちが大阪湾の方かな、っていう感じでございます。顔に雨めっちゃ当たっちゃった。はい、っていう感じで今一周見てきたので、今からいろいろなんか買ってみて、いろいろ食べてみたいと思います。ちょっと楽しんでいきます。あ、はい、ありがとうございます。エビの150円を買いました。すいません。はい、いいです。これ一つ。はい。ネギがいいですね。ネギが押しましょう。入れてます。はい、ね、私ね、かけたきますね。チップ入ってるから。100円お返しです。すみません、ありがとう。よし、食べてみよう。うん、じゃあ、アナゴ。アナゴ天麺。飯。尻尾好き。うん、すごいね。めっちゃうま。見てる？うん、めっちゃうま。やば、めっちゃ美味しい。エビは多分大阪のやつじゃないと思いますけど、僕が好きなので食べます。これはマダイ、大阪のマダイらしいですけど、これ食べてみたいと思います。こんな感じでね、いただきます。美味しい。あれ、この辺だったやっぱり。エビはわさび大量で締めに行きます。締めへん。節の中。いただきます。あー、死ぬ。今の人ね、うん、じゃあこれでお願いします。はい、ありがとうございます。何が違うん、これとこれ。あ、これも買おうか。あ、これも買おうか。顔は少ないんですけど、私死ぬ程度で YouTube とか出てて、これは NG とかありますか。あ、全然大丈夫。顔は私はここだけ。もう顔も落としめない。はい、どうぞ。はい、またね。いいね。あ、書いてない。味付きタイの子、やっぱ売り切れてるやん。やっぱ人気なんや。結構こっち側ももう車入ってこれるようになってるみたいなんで、10時半なんですけど、この時間はもうこっち側に入ってこれて、多分天気の兼ね合いもあるんかもしれないですけど、結構空いてきまして楽しかったね。なかなかまあまあ良かったね。またね、日曜日しかやってないっていうのが微妙なところで、なかなか来にくいですけど、また来たいと思います。よいしょ。田尻日曜朝一でやんした関でした。さよなら。